では、フロンティアベースに戻るのでありますか？戻るのではない。あくまで交流カリキュラムだ。はい、質問共感だな！交流なんとかとは何でありますか？なんとかじゃなくて、カリキュラム。たく、石頭はのんきだよ。いやいや、それほどでも。褒めてないし。まったく、お前たちは。いいか、カリキュラムとはだな。待って、そこから先は私に説明させてちょうだい。いいわね、オールドボーイ。ついたか、ディアナ入んない。好きにしろ。では、噂通り行きはいいよね、青春ボーイズ。カリキュラムはタフよ。覚悟はいいかしら？眩しいキラキラというよりビカビカだ。ご無沙汰しております、ディアナ教官。あら君、確か誰？ルアンであります。教官、ご無沙汰してってあります。そうだったかしら。まあいいわ。で、こちらのボーイは？はい、ブレンターナーであります。ああ、君が噂の VS 大気圏突入ボーイね。はっ、ギンギンギラギラ突入盛りであります。いいわね、突入盛り。フロンティアでもその調子でね。はい、高まる。
先輩くん。知らぬが花。そう、本当美しい花にはなんとやらってね。着いたわ、青春ボーイズ。ようこそフロンティアベースへ。ここがフロンティアベース？このベースでは開拓地の拡大やエイクリッドの研究なども行っている。いわば研究教育機関よ。エイクリッドの研究で、あれ、あいつらは俺たちが倒さなきゃいけない敵、研究するっておかしくない？やっぱりそういう解釈ね。確かに一面ではそうかもしれないわ。でもね、倒すだけでは彼らを駆逐してしまうだけ。彼らを知り、より有意義な活用を模索する、理解と共存精神、その方がこそがここの課題よ。共存精神？どういうこと？まあ口で説明してもわからないかもね。まずは見て回ることからかしら。せっかくフロンティアに来たんだし、とりあえずベース内を歩き回ってみたら。
ゃいました。フロンティアベース運営 AI のウィズと申します。よっウィズ、ここでもよろしく頼むぜ。ってあれ、なんか雰囲気違わない？アドバンスにいるウィズは私の妹 AI になります。妹？ウィズに姉ちゃんがいるってことか？それぞれのベースに異なるタイプのウィズがいるんだよね。ええ、妹は最新の演算処理能力を持っていますので、私よりも優秀で綺麗ですけど。え、なんで？どっちも美人さんじゃん。まあお上手ですね。では改めまして、ブレン隊員、ルアン隊員、ここフロンティアベースは私がご案内いたします。よろしくお願いしますね。ああ、よろしくな姉ちゃんのウィズ。お前ルアンか？やっぱりルアンだ。いつ帰ってきたんだよ。ゴータ？久しぶり。久しぶりじゃねえだろ。俺に別れの挨拶もなしに突然いなくなりやがって。編入しただけだし。ごめんよゴータ。いろいろ急だったからさ。先輩くん、何これ珍しい、見たことないエイクリットだ。俺は人間だ。なんだルアン、このピンク喋るエイクリットか？ああ、彼はそのアドバンスの特別編入隊員で。ブレンターナだ。ギンギンギラギラ一番星を目指す男。まあそういう人間です。